ホ、さっきの話ってこの子たちが例のバンドの子？私たちは志保ちゃんと一緒にレオニードというバンドをやっているものです。ああ、やっぱりそうだったんだ。はじめまして、私はスタンドアウトのイオリ。はじめまして。ごめん、びっくりさせちゃったよね。いえ、それより、今の話のことだよね。実は日の森さんをうちのバンドにスカウトしてたの。え？うちはメジャーデビューが決まってるんだけど、ベースに穴が開いちゃってさ。日の森さんならベースの腕も確かだし、プロになる覚悟もある。だから君たちには申し訳ないけど、声をかけさせてもらってたんだ。そんな。でも志保はレオニードで一緒にバンドをしているんです。別のバンドに行くなんて。うん、私が惹かれるくらいなんだから、君たちにとって日の森さんはそれ以上の存在なんだって分かってる。でもプロを目指してる日の森さんにとってこの話は悪いものじゃないとも思ってる。え？私たちと一緒にいれば夢を叶える一番の近道になるからね。もちろん私たちも日の森さんの実力は買ってるし、この先も一緒に成長していけると思う。だからこそスタンドアウトに入ってほしいんだ。でも私たちだってライブするようになればもっと志保ちゃんのかっこいいところを見せられるし、志保ちゃんも私たちとバンドして楽しいって思ってくれてるし。そうだよね、志保ちゃん。私は志保ちゃん。今のメンバーと一緒にバンドを続けたい気持ちはわかる。同じ音楽をやってきた時間もあるからね。だけどその子たちはプロになるつもりはないんでしょ。遊びで音楽を続けてる子たちと一緒にいると絶対に辛くなるよ。私たちならあなたと一緒に夢を追える、あなたと同じ道を目指せる。だから、いおりちゃん、あなた、さっきの、今日のライブ、ごめん。みよ、何しに来たの？もうライブは終わってるよ。それは、私たちにはプロになる覚悟を持ったメンバーが必要なの。お客さんが待ってる大事なライブを放り出すような子じゃなくて、どんな時でも最高の演奏ができるメンバーが。来週末渋谷公園の野外ステージでライブをする。そのライブでデビューの発表をしようと思ってるの。デビューの？本気でプロになる覚悟がある日の森さんなら、私たちはいつでも歓迎する。待ってるから。いおりちゃん。待っててごめん。実はちょっと前からバンドに入らないかって誘われてた。もしかして最近元気がなかったのもそのせいだったの？でも大丈夫だよね。これからも私たちと一緒にバンド続けてくれるんだよね。それは。志保ちゃん、私には叶えたい夢があるの。プロになって誰かの心に響く演奏をしたい。それが私の夢。
しほちゃん、ずっとそう言ってたよね。その夢を、できたら、みんなと叶えられたらいいなって、どこかでぼんやり思ってた。でも、みんなはそうじゃない。プロになりたいわけじゃないから。だけど、誰かの心に響く演奏をしたいっていう気持ちは、私にも、やっと分かってきた。だからもっと練習して、志保に追いつけるくらい、上手くなりたいって思って。その気持ちは、すごく嬉しいよ。でも、だからってみんな、プロを目指せる。プロを目指すってことは、今まで以上に自分の時間を練習に費やさなきゃいけない。放課後どこかに寄ったり、フェニラン行って遊んだりも、あんまりできなくなる。それに、もしプロになったら、学校よりも仕事を優先しなきゃいけなくなるかもしれない。今までの生活とは、大きく変わってくるよ。それでもいいの？それは。でしょ？みんなには、みんなのやりたいことがある。私の夢に、みんなを付き合わせるわけにはいかない。そんな、付き合わせるなんて。でも私、一緒にやりたいよ！志保ちゃんと一緒にバンドしたい！これから先もずっと一緒に！一緒にやりたいって思ってくれるのは嬉しい。けど、その気持ちだけじゃ絶対にダメになる。プロになる覚悟ができないと難しい。みんなにはその覚悟ができるの？プロになる覚悟？私は困らせちゃってごめん。あ、しほちゃん。しほ、私言えなかった。しほちゃんと一緒にいたいのに、覚悟できるよって言えなかった。さきちゃん、泣かないで。私も同じだから。オナちゃん、どうしたらいいんだろう。私は